西陣中央商店街。道路中央でリアカーが営業している。西陣商店街は福岡県福岡市沢楽西陣にある東西に伸びた商店街の総称である。アーケードはない。かつての唐津街道の上に形成発展した商店街である。リアカー舞台で有名な西陣中央商店街のみならず地下鉄藤崎駅までの唐津街道の商店街を 総称して、西人商店街と呼ぶこともある。この講義の意味には、東から順に、以下の商店街が含まれる。全国の多くの商店街が、シャッター通りと呼ばれるくらい活気がなく、シャッターが降りた店舗が目立つ中、ここ、西人商店街は、非常に活気がある商店街である。基本的には、地元密着型の商店街だが、遠方から訪れる人もいる。 商店街の中には、八百屋、雑貨店、家電店、医療品店、医薬品店、居酒屋といった商店が軒を連ね、ちょっとしたものなら何でも揃うのもこの商店街の魅力の一つである。西人が住宅街でありかつ学生街であるため、老若男女を問わず多くの人々が集う商店街となっている。この西人地区には、その他にも西人かつ高水人通り商店街、 鳩や通り商店街、鳩や新道商店街、樹楽通商店街、体西人名店街などの商店街が存在する。西人商店街の名物といえば、リアカー部隊である。リアカー部隊とは、リアカーに魚介類、野菜、果物、牡蠣、または自家製の漬物、味噌、餅などを乗せて販売する露天商のことであり、十数台ほどのリアカーが、 歩行者天国である商店街の道路の中央に駐車して販売を行っている。商品の価格の安さも去ることながら売り手とのやりとりが大きな魅力となっている。リアカー部隊は戦後の1950年頃から行われ、一時期は100台を超えていた。1967年に西人行商組合を結成し、 営業許可制度の制定と出店時間などの取り決めが定められた。福岡市内外の他の商店街でも時にはリアカーによる露店販売が見られるが、これほど多くのリアカーが集まっているのは市内でも珍しい光景である。かつ高水人福岡ソフトバンクホークスの本拠地である福岡ドームは近郊のシーサイド桃地地区にあり、福岡市地下鉄でドームに訪れる人は 商店街にある西新駅で上行する。西新商店街の中央に位置する西新勝高水神通り商店街の入り口には福岡ソフトバンクホークスの王貞治元監督のサインボールを両翼に抱えた勝高水神が祀られている。この水神は商店街にかつてあった井戸への感謝と水難、火災から商店を守るために祀るとともに 地域の安全や商売繁盛が祈願される。そしてホークスの必勝祈願のため商店街役員やホークス球団関係者が毎年祈願する。ありがとうございます。